ジャケットを脱ぎ捨てリズムを刻み踊っているのは EV 電気自動車メーカーテスラのイーロン・マスク CEO。 これはテスラが中国の上海工場で製造した主力の小型車モデル3を初めて出荷する際のセレモニーの様子です。テスラがアメリカ以外で製造した車を出荷するのはこれが初めてです。マスク氏はまた中国で小型の SUV モデル Y を生産する計画も明らかにしました。